ござる。どうぞよろしくお願いいたします。さあ現在14時2時、一日の中で一番暑い時間でございます。そうだね、日差しも強くて、まだそんな中こんなにたくさん見てくれて嬉しいね。いい限りでございます。ひなの衆、まあ、帽子かぶってくれてるけどな、もしちょっと体調がしんどいよってなったら日陰に行ってな、元気よく楽しく、ね、元気が一番でございるからね、はい、見てくださりませ。見てくださりませ。さあ我々ね、青い武将隊というのは、はい、これから皆様に見ていただくグレートウェイクをしておる、ね、武将隊なんですけども、はい、大体前説を私がやって、うん、で5人の武将様がかっこよい演舞を披露してくださるんですけども、はい、父上、小野さん、あちらですよ、準備されるならば。おあちらでございます。あちらから武将様が入ってくるということでございますので、ね、はい、あの5人の中の1人だけども、はい、1人でございます。何でここにおるかと、はい、いう話だよな。おー、なるほど、知りたいか。はい、わしな、よう聞いてくれ。はい、腰を痛めてね。あ、武将様なのに、ね、腰痛めちゃって。そう、はいはいはい、ちょっと腰痛めて、はい、あの、ね、見てわかるように旗があるんだけど、旗を振れるがあって、ね、旗が振れないということで、ね、いつも稲がやっとる前説をね、本田親子で共にやって盛り上げようと思って、はい、ね、ここに来たわけでござるよ。はい、ね、うん、嬉しいね、し親子で盛り上げてるわけだよ。嬉しいね。じゃあもう前説に徹すると。おう、徹しよう。一生懸命共に盛り上げてまいりましょう。はい、参ろう。それでは皆様に見ていただくグレートウェイクの見どころ、生徒の旗だったり、旗以外に何かございますか。ああ、そうだね、まあ、あの、もちろんわしら武装でござる。初回りがかっこいい。そう、刀いっぱい使いますよ。刀を振ったり、うん、槍を振ったり、ね、結構この距離が近く見れるもんでね。いやいや、強いですね。もうあの、あ、でもね、だと思うんだろう。はい、もう一人おらけだよ。槍も見れる、うん、旗も見れる、うん、刀も見れる、はい、そんな迫力のある演舞でござる、はい、もうとにかくすごいわけ。そうですね、もうすごいよ、すごいよ。パシャパシャと写し絵撮りながらお楽しみくださいませ。はい、では演舞の前にお願いが4つございます。はい、よく聞いとって。ではまず1つ目、はい、我々の演舞、先ほども申した通り刀を使います。ですのでとっても危険なんだ、はい、だからこの赤い山高の中には絶対に入らないようにお願いいたします。はい、万が一当たったら危ないからね。そうですからね。続いて2つ目、我々の演舞でここで走る時があるの、はい、だからもしかすると最前列あたりまで石が飛んでしまうかもしれませぬ。その場合で、ね、もし怖いなという方は少し後ろで見ていただくことをはい、あの小さいお子さんも多いからね、お父さんお母さんをしっかり守ってあげてね、はい、もちろん飛ばないように注意しながら演舞をするので、そこは安心してください。はい、続いて3つ目、新型コロナウイルス感染症、皆様もねご存知のものがね、ちょっとまだ猛威を振るっとるということで、はい、こうやってマスクの着用をしっかりお願いいたします。はい、暑いけどね、これはもうちゃんとねつけてお願いいたします。はい、最後4つ目、4つ目、まあ今日は間な、暑いから嫌でもあの間は空くね、うん、大丈夫大丈夫、はい、風通しの良い良いお願いいたします。はい、さあではせっかくですから、うん、失礼、おあれやっときますか。あれやっとこうか。はい、あれって定番化してるかどうかわからないけどもね、はい、あの我ら武将が出てきたらね、ぜひもう元気よくね拍手で、この招いてほしいわけ。ごめんな、あの怖くないからな、うん、じゃあ結局ね、もうね、あの赤ちゃんも泣き止むくらい元気よく拍手を、な叩いて、はい、ね、みんなを迎えてほしいんだけど、はい、もうちょっとね拍手の練習をしようかな。はい、練習しておきましょうか。わしが拍手じゃーって言ったらもう元気よくバーッと拍手をね今日はしていくぞ。参るぞ、言うかな、参る、よし、拍手じゃー、おもと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 、おもはい、よー、あれ、ガラス大丈夫でしょうかね。大丈夫、大丈夫ですかね。みんなはね本番に強いです。本番に楽しみにしております、うん、大丈夫よ大丈夫よ。ただ、はい、元気よく叩いてとは言ったけど、うん、我ら武将、ね、このゆっくりかっこよくかっこつけてゆっくり来るもんで、ずっと全力でやるともしかしたら疲れちゃうかもしれない。はい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 、はい、そこはもう調整しながら、はい、おのおので調整しながら元気よく叩いてくれたらいいなと思います。はい、ではここまで たくさん話してまいりましたけれども、はい、とにかく最後までお楽しみくださいませ。はい、
敵陣貫く浅戸前小牧長久手関ヶ原幾度の戦も成功です。何とたりとも通しはせぬ。無数の傷を負うとも我が身口当てようとも殿が天下をつかむ時、この傷が誇りとならぬ。我こそ徳川四天王井伊直政。拍手じゃ。三河の国上の王に生まれ、手習いは幼き頃より始め、余は伊集さんより殿に仕え、武功を称され、安の字を賜った。我が知恵は戦場を駆け巡り、我がたちは数多の観難を突き破る。自由賢美の将頭となし我らは榊原康政、ここに推参。幼き頃よりお仕えし、東三河の旗頭、わしの太鼓の音は味方を鼓舞し、武田の軍をも退けた。わしこそ徳川四天王が筆頭、酒井忠次ここに着陣。超えてついに掴んだ天下太平、皆の笑顔が我が宝。400年の時を超え再び燃える三河武士。我こそ江戸幕府初代将軍徳川次郎三郎。Come on.